ご案内いたします。小樽には景観条例というものがあります。はい、今見ていただいているこちらの景色ですが、色のトーンをほとんど固定しているものが多いです。なので自販機も茶色い自販機などが設置されています。あと高い建物を建ててはいけないという決まりになっています。なので一番高い建物でも12階以上の建物はないんですね。はい、そして運河の横に今ちょうど明かりが灯っている街灯があると思います。こちらのガス灯は今でも本物のガスで点灯されています。今ちょうどついてますね。そして今現在小樽の人口約13万人。そして小樽のイベントですと、これからの時期は7月には下旬に小樽潮祭りがあります。そして冬になりますと雪明かりの道があります。岩肌をしていることから赤岩山と呼ばれてます。今はロッククライミングやトレッキングのコースとしても大変有名で、初心者から上級者の方まで楽しめるコースになっています。あとはニセコ釈迦湾国定公園に指定されていて、エメラルドブルーの海を望むことができます。正面ご覧ください。今から通ります橋をつけ見橋と言います。運河の中で2番目に橋桁が低い橋です。こちら出ますと小樽港の方に参ります。
渡さないでください。